はい、どうも。今回は質問に答えていきたいと思いまーす。はい。はい。というね、今回はね、まあ、ゆるーくやりたいなーと思って、僕らも、今回も、まだクリスマスですから、今日は。はい、クリスマス。すいませんね、世間は25日なんですよ。これを出すのがいつかわかんない。僕らは3人でクリスマスしてるんで、ね。クリスマス飲まないといけないから、ね。飲まないといけないんだから。はい。これね、しゃあなしですよね。これ、しゃあなしですよ。仕事ですよ。仕事ですよ。飲まなきゃいけないんだよ、マスク。25日の仕事ですよ。すいません ね、 そうですね。で、これ、何でしたっけ？イェガーマイスターといって、うん、まあ、ドイツですごくポピュラーな、うん、なんていうんですか、ショット？シュナップス？シュナップス？ショット？陽明酒みたいなのに。何度ぐらいあるんですか、これ。これ、35ですかね。35度もある。じゃあ、乾杯しますか。はい、じゃあ、いいですか。行きましょう。神の嫉妬にヒパヒパ。今ドイツ語で言おうとしたでしょ、カジアラさん。何言うの？言わせに言おうって。神の嫉妬にヒパヒパ。ああ面白い。あ、面白くなかった？すいませんね。僕は楽しいんだ。でね、質問コーナーにお答えしていきます。たくさんの質問ありがとうございました。ね、ツイッターで寄せられたね、MYGSMK ハンドアカさんから、マスコミでの報道や頻度、うん、それによって与えた影響などはありますかとのことでした。ドイツはどうですかね。ドイツでのマスコミでの報道とかどんな感じですか。マスコミの報道、はい、報道は分かんないですけど、何ですか、試合はしょっちゅうやってますよね。テレビです。テレビです。ああ、普通に、普通のチャンネルで、うんうん、まあ、もちろん世界選手権とかね、ああいうあの2007年でしたっけ、ドイツで取った時とかは結構大きくは報道はされてましたし、あの辺からハンドボールブームがこうすごく波に乗ったっていうところはありますけど、マスコミの報道、いや、頻度とか、頻度、そうですね。だから試合なんかあの普通に一般のテレビ放送で、そうです、地上波で、キールの場合なんですけど、あのホーム戦の後は絶対やりますよ、この選手へのインタビューの。うーん、ああ、やりますね。やつはテレビ絶対流れますね。はい、だからそのね、一般的に報道っていうとね、すごいニュースでどうのこうのっていう報道ではないかもしれないですけど、でも普通の一般ニュースでも結果が流れたりとかもしますし、ラジオとかでも言ってますもんね、はい、今日どこで試合があって何とか何とかでとか、はい、うん、目にする、耳にする機会は多いかもしれない。確実、まあ、日本に比べたら、ね、日本に比べたら、だって新聞にも毎日のように載るし、ああ、そうですね、雑誌もありますよね。あります、週刊誌。週刊誌があります。週刊誌でしょ。月刊誌と週刊誌があります、ね、月刊誌と週刊誌があるんだって、ハンドボールの。ああ、なんすか。いや、いいなと思っていいなと思って。みんな、スポーツイベントって知ってますか。日本で唯一のハンドボールの雑誌なんだけど、これ、僕ね、車体にいる時に、ハンドボール王国、愛知ですよ。春日井。300人規模の講習会して、10% 知らなかったよ。スポーツイベントの存在を 10% 知らない。ハンドボーラーが。ハンドボーラーが。ハンドボールしてる中学生が、300人中30人もいなかった。マジっすか？もうびっくりした。愛知県でこれだったら、他の地域どうなってんのと。だからみんなね、情報はね、今ね、手に入りますよ。だからね、スポーツイベント、ハンドボール、まあ、書店にはないかもしれないけど、今オンラインでも買えるんで、ネットで検索してみてください。そこにはね、まあ、ハンドボールが上手くなるための技術書的なこととか、うん、世界の流れとか、まあ、もちろん日本代表とか実業団の、結果も載っていますので、そういうのからね、なんて言うんだろう、情報をインプットしてほしいなと思います。まあ、そうやってね、報道があると、まあ、どんな影響があると思いますか。目にする、耳にする機会が多いから、そうです。僕なんかは街中歩いてて、よって言われる。メカ、試合いつみたいな。今度お前よかったよみたいなことをよく言われる。だから、まあ、小さい街ってのもあるんだけど、そうやってこう、なんて言うんだろう、街の中で、なんか、ファンの人とコミュニケーションが取れたりとかする。確かにそうですね、うん、僕もなんか新聞で見た、あ、新聞見たわとか、うん、何、引っ越し終わったのとか
そう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 まあ日常になってますよね。だから多いんで、うん、そういうのが多いんで。日常日常。ハンドボールが、ね、ハンドボールが日常なの。うん、まあこれについてはね話ちょっと長いからね、うん、後日やります。だから影響っていうと何かこう変わった感じがしますよね。そう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 。こっちのものね、うん。影響かわかんないですけど、うん、観客がハンドボールを知ってる。やっぱ、ね、いっぱい報道されてるから。ああそうだね。目が超えてる。目が超えてる。だから見る機会が多いからやっぱ子供たちが真似したいと思うしあそこに行ってやりたいと思うし、まあ、そういういい影響は多いですよね、うんまあ、マスコミでの報道で悪い影響って言ったらなんかね不祥事ぐらいしかないからさ、ねまあ、メディアに出ることってのはやっぱものすごい大事で、まあ、メディアで取り上げてくれないから僕はこうやってインターネットで細々とやってるんですけれども、ね、取り上げてもらうために何をするか何ができるかですもんね。まあそんな感じかな、うん、いいですかね。じゃあ次行きます。